The following is a non-profit fan-based subbing of Midnight Horror School. Midnight Horror School is owned by Milky Cartoon and Naomi Owada. Please support the official release. みんなにロッカーの片付けをしてもらいます、ロッカーを見れば普段のみんなの様子がわかりますからね。はい、それでは始めてください。こんなことならちゃんと片付けておけばよかった。へえ、さすがに綺麗にしてるな。当たり前でしょ、これでも女の子なんだから。うわ、よくこんなにいろんなもの集めたね。でもほとんどゴミばっかりずらん。まったく、こんなになるまで汚くして、みんな捨てるのをお手伝ってあげなさい。ダメだゾビ。なんずら、ゴミ捨て手伝ってやるずら。ゴミじゃないゾビ、みんなオラの宝物だゾビ。なんだこりゃ。何それ。どこかの鍵みたいだけど。ゾビ、この鍵どこで拾ってきたずら。ずっと前、図書室でのことだゾビ。宿題をやっていた時、消しゴムを落としてしまったゾビ。拾おうとしたら、これはなんだゾビ。そこでこの鍵を見つけたってわけか。これもしかして資料庫の鍵なんじゃないの。ひょっとしたらそうかもしれないゾビ。その資料庫のことなら聞いたことあるずら。何でもこの学校にまつわるとっても大切な資料が置いてあるらしいずら。生徒たちの成績表が置いてあるって噂を聞いたことがあるわ。でも誰もその中に入ったことはないんだよね。だってあのガーフォールが守ってるんじゃ入れっこないぞビー。一気怖いずらか。こ、怖くなんかないさ。じゃあ誰があの部屋に入れるか勝負するずらよ。もちろんさ。俺も忘れるなよ。よしずら。あんな骸骨楽勝ずら。あなたはだんだん眠くなるずら。また手袋。ほら。あ、失敗ずら。犬の大好物は骨ってわけか。さすがヒッキー。さあ、行ってこい。この勝負もらった。今度は俺の番だな。まあ見てなって。くせ、つむじ風フォーエバースイープバージョン。ゲイゲイ。あ、つむじ風が小さくなってるぞ。消えた。ドッキーも失敗ずら。これでどうだ。何も見えないぜこれじゃ。なんだこりゃ。なんだ、何にもないじゃないか。たく、人騒がせな部屋だな。これがリディの言っていた成績表か。何何？学校創立記念の日、ドッキーは階段手すり滑りタイムトライアルで通算23回目の優勝を飾り。これって先週のことじゃないか。ドッキーはミッドナイトホラースクール卒業後、数々の不思議を巻き起こすためあちこちの学校を回り、この本には俺の未来まで書いてあるのか。今日のページは、ドッキーは資料庫を出た後、リディを突き飛ばす。さらにその日の階段手すり滑りでは2階コーナーでバランスを崩し転倒。記録更新ならず。
遅いなドッキー。どうしちゃったのかしら。なんだか嫌な予感がするゾビ。あ、出てきたわドッキー。あれドッキー、ドッキー、ねえドッキー、中はどうなってたの？何が隠してあったんだよ。ねえドッキーったら。俺に構うな。リリーを突き飛ばす。なんか様子がおかしいズラ。嫌な予感が当たったぞビー。おい兄貴、階段手すり滑りの時間だぎゃ。起きるだぎゃ、急ぐだぎゃ。あ、兄貴どうしちゃっただぎゃ。頼むから俺をほっといてくれ。資料庫から戻ってきてからずっとあの調子なんだ。そうだ、フクロウじいさんなら何か知ってるかもしれない。フクロウじいさん、ドッキーは一体何を見たんですか？ドッキーはおそらく自分を見たのじゃ。自分？あの資料庫には生徒たちの過去、現在、そして未来を記した本があるのじゃ。もともとはみんなが過去を振り返るとき、いつでも自分の記録を見られるように校長が作ったものだったのじゃが。未来を記した本。資料庫の不思議な力が未来までも書き込んでしまったのじゃよ。そこで校長は資料庫を封印したんじゃが、ドッキーはきっとそれを見てしまったのじゃろ。でも未来を知ってあんな風になったってことは、よくないことが書いてあったんだぞビー。いや、そうとは限らんのじゃよ。どういうこと？考えてごらん。自分の未来が全て決まっていると知ったらどんな気持ちかの。そんなの楽しくないわ。ねえフクロウじいさん、なんとかドッキーを元通りにすることはできないの？できないことはない。資料庫にあるドッキーの本のタイトルを塗りつぶし消してしまうのじゃ。そうすれば未来は白紙になり、ドッキーの記憶からも消えるじゃろ。僕やるよ。じゃがヒッキー、もし資料庫に勝手に入ったことが知れたら退学になるかもしれんぞ。うん、分かってる。でも僕は行くよ。うん、決意は固いようじゃな。ヒッキー、一つ頼みがある。ドッキーの本のタイトルを消した後、他の本のタイトルも全て消してきてほしいのじゃ。未来が書かれた本などそもそも必要ないのじゃ。大事なのは未来を自分で切り開こうとする意志なのじゃよ。わかるじゃろヒッキー。うん、カキ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 できた。よし行くぞ。出た後リディを突き飛ばす。その日の階段手すり滑りでは2階コーナーでバランスを崩し転倒、記録更新ならず。俺はあの本の通りの未来を進んでいくしかないのか。俺は負けねえ。クイッキー、タイムを測ってくれ。もちろんだが。兄貴、準備 OK だ。崩し転倒、記録更新ならず。俺は自分の未来は自分で決める。ヒッキー、
そこで何をしているんです？勝手に資料庫に入るなんてバカもん！俺が半分持ってやるよ。話は聞いたぜ。世話になったな。ううん、僕は何もしてないよ。だってドッキーの本のタイトルを消そうとしたら、その前にページが一人でに白紙に戻っちゃったんだから。それはきっとそうか。うん、やれやれ、今回は多めに見てあげますか。さあ、今夜の不思議は資料庫じゃ。未来を記した本。私の未来はどうなっているのかな。ああ、ここだ。何何、今夜はこれでおしまいじゃ。